ハントリー公爵は、スコットランド貴族の公爵位。1445年創設のハントリー伯爵位を、前身とし、1599年に、第6代、ハントリー伯爵、ジョージ・ゴードンが除されたのに始まる。1684年に4代、ハントリー公爵、ジョージ・ゴードンが、ゴー・ドン公爵に除せられ、一時その従属爵位となったが、 ゴードン公爵位は1836年に耐えている。一方、ハントリー公爵位は、分流に継承されて現存している。現在のハントリー公爵家の邸宅アボイン城、スコットランドのゴードン氏族の長である、アレグザンダー・ゴードンは、1445年7月3日に、スコットランド貴族爵位、ハントリー伯爵に上された。2代、ハントリー伯ジョージ・ゴードンや、 三代、ハントリー博、アレグザンダー・ゴードンの長男ゴードン教、ジョン・ゴードンは、スコットランド国王・ジェームズ4世の娘を妻に、迎えている。六代、ハントリー博、ジョージ・ゴードンは、カトリック教徒で、1589年に、スペイン王・フェリペ2世と密約を交わした容疑に、かけられたが、スコットランド王・ジェームズ6世の配慮により寛大な、そっちで済んだだけでなく、 1592年には、ジェームズ六世の命令で、国王襲撃事件を起こした、ボスウェル博、フランシス・スチュアートの共犯とされた第二代マリ伯爵、ジェームズ・スチュアートを殺害した後は王にかくまわれるなど、交流された。1599年4月17日に、スコットランド貴族爵位、ハントリー公爵、リンジー伯爵、バデノックのゴードン教に寄せられた。代、ハントリ公、 ジョージ・ゴードンは、イングランド王権スコットランド王チャールズ一世に、使え、宗教問題で王と対立したスコットランド国民名役と戦ったが、1639年の宗教戦争における D 教の戦いで、名役派のモントローズ伯爵、ジェームズ・グラハムに破れ捕虜になった。1642年から、新教と革命が始まると二大公は、王党派に入り引き続き、 チャールズ一世に仕えたが、不仲だった長男のジョージ・ゴードン教が、母方の叔父にあたる、名役派のアーガイル公爵、アーチボルド・キャンベルに味方したためゴードン氏族は、分裂した。二代公は、次男のアボイン爵、ジェームズ・ゴードンと共に、王党派に泊まり、1644年3月に、スコットランド北東のアバディームを乗っ取って、国王支持を、表明。 かつての敵だったモントローズ公もこうしたが、アーガイルーら名役派に帰戦を制され二大公は、アバディーンから逃亡した。モントローズ公が、スコットランド内戦で、スコットランドを転戦する中に二大公は動かず、代わりに、ゴードン教が名役派から離反して1645年2月2日の、インバロヒヒの戦いに勝利したモントローズ公を率いる、王答派の軍に合流したが、 7月2日のアルフォードの戦いで王党派の勝ち戦の最中に戦死した。ゴードン教の死後実質的にゴードン氏族を率いた弟のアボイン子爵は兄と異なり、モントローズ公から離脱した。二代公もモントローズ公と協力せず、落ち目になったモントローズ公は没落していった。1646年になると二代公は、 モントローズ港に代わるスコットランド王党派の中心になろうと画策したり、イングランド内戦に敗れ名役派に監禁されたチャールズ一世の脱走受け入れを計画したが、いずれも失敗。1649年の二代公の死後、ハントリー公爵位は三男で、ゴードン京とアボイン施策の弟であるルイス・ゴードンが継承している。二代公は特別継承権で彼か彼の父の死後に、 次男ジェームズ・ゴードンに継承されるアボイン施爵に除せられている。その規定通り、初代ハントリー公の死後にジェームズは第2代アボイン施爵となったが、子供を残さずに父の二代公に先立って死亡したため同志社区位は二代で廃絶している。兄のジョージ・ゴードン今日も子供なく先立って死んでいたので、ハントリー公爵位はルイス・ゴードンが継承している。また四男。 チャールズ・ゴードンは、スコットランド貴族、アボイン伯爵と、ストラサボン及びグレン・リベットの、第9代ゴードン教に寄せられている。後にこのアボイン伯爵家が、ハントリー公爵位を継承することになる。4代、ハントリー公、ジョージ・ゴードンは、1684年11月1日に、スコットランド貴族爵位、ゴードン公爵、ハントリー公爵、ハントリー・インジー伯爵、 インバーネス死爵、区、バデノック、ロシャベール、ストラサボン、ベルモア、オーチドン、ガースイーおよびキンカーディン卿に除せられた。しかしこれらの爵位群は、五代ゴードン公爵、ジョージ・ゴードンが後継者なく死去したことで廃絶している。ハントリー公爵位のみ二代公に遡っての分流で、ある、第五代アボイン伯爵、ジョージ・ゴードンに継承された。しかしこの際、 ハントリー公らいと一緒に創設されたはずのインジー伯らいとバデノックのゴードン教の爵位の継承は認められなかった。またハントリー伯爵位は女系継承が可能な爵位との反論があり、リッチモンド公爵家が継承者である可能性があるため、やはり継承を認められなかった。しかし彼は先立つ1794年にスコットランド貴族爵位、アボイン伯爵と ストラサボン及びグレン・リベットの第九代合同教を継承しており、また1815年には連合王国貴族爵位、アバディーン州におけるモーバンのメルドラム団爵に上されているため、これらがハントリー公爵くらいの新たな従属爵位となった。以降今日まで彼の子孫によって、それらの爵位は継承され続けている。2015年現在の当時は13代、ハントリー公。 グランビル・ゴードンである。本邸は、スコットランド・アバディーンシャーにある、アボイン城である。一族のモットーは、軽略ではなく、勇気を持て。現当主13代、ハントリー公、グランビル・ゴードンは、以下の社区を保有している。ゴードン及びゴードン・レノックス家、ハントリー・白尺・ハントリー、公尺・ゴードン・公尺・ゴードン・公尺。ありがとうございます。